こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。韓国が最新鋭潜水艦の進水式を行いました。また、作った艦もありますが、どう見ても日本を意識しているとしか見れない。今回はこの潜水艦について話していきますね。次って動くのかな?というのが心の声です。2020年11月10日、韓国が建造していた新型潜水艦、アンムが、進水式を迎え、一昨年前に進水した1番艦、ドサンアンチャンホに続く、2番艦となった。ドサンアンチャンホ級潜水艦は、全9隻の建造が予定されており、その中で、3隻ずつ、加算形式に分かれるが、アンムは第1段階のバッチ1に該当している。すでにバッチ1の最終艦となる3番艦のビドンニョンも2019年4月には寄港されており、1番艦ドサンアンチャンホは今年2020年代の収益が有力視されている。ちなみに、ドサンアンチャンホ級バッチ1のこれらの3艦の艦名は、すべて日本併合時代の独立運動家たちにちなんで命名されており、従来からの慣習にのっとったものといえる。ドサンアンチャンホ級バッチ1は、水中排水量が3705トン、全長は 83.5 メートル。全幅 9.6 メートル、乗員数が約50名となっており、通常動力型としては、比較的に大型な艦だ。2020年10月に進水した海上自衛隊の潜水艦、タイゲイは、水中排水量が推定4200トン、全長は 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、乗員数が、約70名であり寸法上は似通っているようにも思える。ただし、タイゲイが攻撃型潜水艦として、艦首に 533mm 魚雷発射管6門を備えていることに比して、ドサンアンチャンホ級バッチ1は、533mm 魚雷発射管8門と6機の VLS を装備している。魚雷発射管の数でも、タイゲイなどの海上自衛隊の潜水艦よりも2門多い仕様となっているが、これは、前級のドイツの214型で韓国では、ソン・オニル級と呼ばれる艦を踏襲したものだ。加えて、6機の VLS を備える、ドサンアンチャンホ級バッチ1は、それだけでも、かなりの重兵装であることが伺えるが、さらに、バッチ2、3では、これが10機へと増加される予定となっている。これらの VLS には、韓国国産の対地巡航ミサイル、玄武 3C を潜水艦仕様に改めたものが搭載されると言われているが、いずれにせよ対地攻撃用の、打撃力を重視した、潜水艦として設計されている。ただ、韓国が直面している対北朝鮮との軍事バランスからは、こうした対地攻撃用の巡航ミサイルの装備はオーバースペックだとの見方が多く、どこに向けたものなのかは、推して知るべしだろう。実現する可能性は、限りなく小さいと思えるが、韓国の現政権は、原子力推進型の潜水艦の建造にも意欲を見せており、海洋国家でもない。同国が
こうした兵器の保有を標榜していることも不可思議だ。とはいうものの、こうした攻撃型潜水艦に対地攻撃能力の強化を求めるニーズも少なからず存在しており、フランスを選択したオーストラリアのアタック級などもこれに近いと言えるかもしれない。また、最近ではインド海軍もこうした多用途な攻撃型潜水艦を試行しており、日本のある意味純粋な攻撃型潜水艦ではその使用に対応できないとして入札から手を引いたことも記憶に新しい。そうしたニーズに対しては土産アンチャン補給バッジ1が実際に収益し、一定期間の稼働を無事に行えれば今後引き合いが高まる可能性は否定できない。さて、土産アンチャン補給アンムは通常動力による推進型だが、海上自衛隊のオウリュウ以降のディーゼル機関とリチウムイオン電池とモーターの構成とは異なる。その機関部にはディーゼル機関と鉛蓄電池及び燃料電池とモーターが採用されており、これによる非待機依存推進方式を実現し、最大速力は20ノットに達すると見られている。この数値自体は海上自衛隊の総竜型や闘竜ともほぼ同等であり、将来的にバッチ2以降はそれらと同じく鉛蓄電池をリチウムイオン電池に変更する予定だとされている。アンムは前述のようにドイツの214型ソン・オニル級潜水艦建造で培った技術を活用し、その 76% を韓国製の装備で構成している塔タは割れている。従来のソン・オニル級潜水艦は水中排水量でも1860トンにしか過ぎず、これからほぼ倍増した土産アンチャン補給が想定通りの稼働ができるのかが注目だ。ソン・オニル級のネームシップである1番艦は2007年に就役したが、直後から騒音の大きさが問題視されたとも伝えられ、かつ燃料電池の不具合から稼働状況は極めて低いと言われている。こうした状況から察するに、アンムが無事就役して作戦行動が可能な状態になるのか否かは、甚だ不透明だと見る向きも多く、今後の続報が待たれると言えるだろう。